3番の「速音+」「プラスてはカジュアルな場面でよく使う文型です。普通形て言っていましたこれは引用と伝達の意味を表す助詞「と」の代わりに使います。 の前に入れる内容は全部普通形です具体的には動詞の辞書形「多形」「て言っていました」「い形容詞」「て言っていました」「な形容詞」「プラス「だ」って言っていました」 名詞プラス、「だ。」っって言って言いました。では例文を見てみましょう一緒に読みましょう1山田さんはパーティーにちょっと遅れるって言っていました。 「2. スミスさんは日本の桜が大好きだって」「3天気予報では明日は台風だって言っていたよ」 1>, 1番から3番の例文は伝達の意味で使われています。2番の例文のように「て」の後のセンテンスを省略することができます。2番の完全な言い方は「スミスさんは日本の桜が大好きだって言っています」です。 カジュアルの場合では、このように伝達の意味で何〇ってが使われる場合は、文末の動詞が省略されることがよくあります。2>, 2番の文法と3番の文法は、他人の言葉を伝えるときによく使う文型です。書き言葉や正式な場合では、 何々と言っていました。を使い、カジュアルな場面では何々ってを使ってみてください。しっかり覚えてくださいね。